唐揚げの巾着煮を作ります。煮汁の方もね、先に作っておきます。ここに今お出汁が大体です、大体入って、でみりん、みりんも20cc ぐらいかな、でお醤油も、また後でね味見をして調整します。で油揚げはこれ油抜き不要って書いてありましたけど、一度ペーパーでこうやってやると油が取れますし、菜箸でねグリグリってやると後の作業が楽になります。で今日は少し半分よりちょっと長めの方がやりやすいので、こんな感じで切りますね。そしてここを上手に破れないように開けていくと、ここが袋になりましたのでね、ここに卵を入れていきます。あんちゃん見して、こんな感じで、まあ、ちょっと破けちゃう時もあるんですけど、破けないように、なるほど、やってね、穴がちゃんとできました。そして卵を入れていきます。で、卵これ穴開いてないけどここから漏れ出てきちゃうので、まず煮汁を沸騰させておいて、でね、すぐ煮ます。油揚げの中にお野菜入れたりもするんですけど、今日は別で卵だけで煮ますね。じゃあ煮汁がここ沸騰してるところに卵を入れます。私はこうやって寝かしてやります。で卵がこうなすに染み出てきちゃってますけど、全然気にしなくていいです。そこにお野菜を一緒に入れて煮ていきます。でまだいじると卵が割れちゃったりするので、このまま静かにしばらく煮ていきます。だいぶ卵が煮えてきたのでひっくり返しますね。卵が崩れないようにひっくり返してもらえば大丈夫ですね。でまだこう触ってみて硬さって分かりますので、もう少しですね、でちょっと煮汁が少なくなってきたので、少しだけお水を足して、人参やれんこんも火が通ってきましたので、ここに他の、ね、お野菜も出して、最初に煮てある、あらかじめ茹でてある里芋を2つぐらいでいいかな、でしめじも少々入れまして、で小松菜ですね、小松菜をパンとかけちゃいます。でもうしばらく煮てみますね。油揚げって結構残っちゃう時あるじゃんね。
そうね、そうそう、あのいっぱい入ってるからね、そう入ってるとね、忘れちゃうっていうか、うん、そうね、あの優しく煮ることがコツかな、ここから破れたりしてビジョビジョって出ちゃうと、あの綺麗にできないのでね、今日は綺麗にできないので、味がとても染み込んでて美味しい、うん、これあのおでんの中に入れても、あの今日は、ね、甘く甘辛く煮たけど、おでんの中に入れてもいいかな、うん、こうやって和の食事もなかなかあのレパートリーってあの増やすのって難しいけど、少しずつ変えていくと、うん、あのレパートリーが増えるんですね、食べることも楽しくね、食べないとね、食って大事だよね。